疲れ様です、五輪中。レッツゴー。デュー。チャリ、カチャ、オッケー。高田。スナッパイ、魚、一緒に行こう。魚さん、そんな移動する？怪しすぎる。サンタス。スナッパイ。これは心強い。心強い仲間だ。魚おるやんけ。ウィーン。あれ、ここじゃないな。ナヌー。よしよしよし。心電図見てから全員来てたのでボタンを押しました。なるほど。ウィーン。いいんじゃないですか。リレンさん、それ毎回やりすぎじゃない？うん。サンタさん、ミュート。何それ？何か文句あんな、魚。いや、ちょっともうちょっとプレイに幅が利かしてほしいなって。ああ、わかりました。インポスターだからイライラしてるんじゃないんですか？っていうか、むしろ、ちょっとトイレ行きますね。トイレ行くなよ。トイレ行くなよ。いや、村のためを思って押しました。はい。ゲンさんが、押すとこは見てました。あ、クロムさんおられたんですか？見えない。あ、そうそうそう。心電図見て、ゲンさんがボタンに向かっていったのを見てます。結構、このコード強いコードだと思ってるんで、どんどんやっていいと思うんですよね。なぜかっていうと、ボタン、なかなか押せないじゃないですか、ここ広くて。そうなんです。押しに行くのは。ボタン使い切りとかしないよね。短いタスクを3つくらいやって、もう即押すぐらいがちょうどいいかなと思ってます。これ、何がついて、もう押せないゲンさんが村だったときに、ゲンさんが殺される優先度が低くなる。つまり長生きできるというね。この発言をしたことによってゲンさんを殺してなんかスタッパイさんかなんか。ここでついた白い印象で噛まれることもあると思うからプラスマイナスゼロだと思うんだけど。ボタン優先するインポスターにとってはスナッパイさんの思考はありそうですけど。なんかいらんこって言った俺。別になんかいや俺も別に冗談のつもりだったんでそんなに。ちゃんとインポスターだと思ってるわけじゃない、うん、まあでもゲンさんのなここ、うん、プレイングの幅をもうちょっと広くしてほしいな、この時には。あれ、そっち陣営。いやー、おセンターの言うことめっちゃわかるわ。おいおいおい、手のひらくるみ。私の頭脳ではちょっとこれが限界なので皆さんぜひあのアイディアを募集しております。剣刺さってるしな。まあインポスターだった時困るよね。まあ寺戸さんがインポスターということは分かりました。僕の目線はありがとうございます。なんだこの村。殺してポスターだったらお前を真っ先に殺してやる。出たらインポスター。やめなさい。インポスターが魚殺したら俺が狙われちゃう。本当に一票ずつ入ってる。テラゾー魚インポスター。やった、ゲンさんに一票入ってるのか。二郎そこに二郎、うん、俺標本して待ってるからよ。標本して待ってるからよ。ブインクロに見えてきました。何言ってんだあいつ。こっち行こう。なんで入ろうぜ。何入ってあろう。入ってるじゃん。入ってたわ。くそ、ワープしてきやがった。こんなにひんの。殺されるぞこれマジで。オッケー。殺されるとマジでこれ。竹雄じゃねえな絶対。ここで殺さないインポスターなんていないはずだ。お、いたいた。竹雄と一緒に行動しよう。OK。ケイ、ワックワックワック。お、竹雄はいる。見てみよう。ナパイ、魚。まだいるんだ。
くわからんかった。竹雄についていこう。竹雄だけは殺されませんように。これは魚さんが押したんだ。お願いします。ウェポンで下、サントスさん死んでます。はい、これさ、ね、多分だけど夏目さんの方が先死んでると思うわ。俺、バイタルで見てて夏目さんが死んでるのを見てめちゃめちゃ夏目さん探してたんだけど見つからなくて、だから順序的に夏目さんかなり前に死んでると思う多分。なるほどね。何も前ね。現なんですけど、ボタンが押される直前でオフィスもしくはストレージでクロムさん見かけた方っておられますか？直前で？はい、5秒か10秒ぐらい前でも大丈夫です。見てんな。あの近くになんか 4,5 人いたけどあん中にいなかったのかな。私コミュニケーションから出てきたところで、あのコミュニケーションのあの弁当の位置からクロムさんが右下にシャーって走っていくのが見えたので弁当使われたんじゃないかなって思って今ちょっと震えてました。はい、確証はないので誰も見てなかったら大丈夫です。はい、そこの位置にいたのは直前ぐらい、ウェポンの死体の位置に近いけど。ウェポンね、扉閉まってたんですよ。閉まってた。はあ、なるほど。竹雄も見たんだ。そうだね、通ったっていうのが正解なのか、うん、今回さ竹雄とずっと一緒にいたからさ、ここ隠し路に置けないかな。まあ、終盤竹雄視点どう思う？終盤もまあ分かんないけど、とりあえず序盤の方は割とずっといたね。序盤もずっといて、竹雄が離れたのは、竹雄がウェポンに行った時俺がボイラー上の空気をプシューって入れるやつやってたぐらいしか離れてないから。あ、うん、あいけるんじゃない。じゃあ隠し路でほぼほぼ隠し路で置きたいけど、うん、まあちょっと自信なかったらいいけど、まあ、一応俺は竹雄が無理だと思う。あ、まあでも殺すか。寺蔵さん、竹雄さんが一緒にいたら殺すか。竹雄さんと寺蔵さんがお互いインポスター同士だったらその発言なりえないと思うから二人白置きでいいんじゃない。うん、やった。クロムさんです。ちなみにあの手で直したの。そうです、一番最初に手で直して、うん、その後でしかも閉じ込められてました。クロムさんは中で閉じ込められて、うん、その上で直してます。うん、じゃあ見間違いかな。どう行動しようかな。あとは怪しいやつを捕まえる動きをするか。そうかな、怪しいな。高田さんは夏目さんの死を知っているので、どこに絶対に夏目さんの死体がなかったのかっていう情報を出せると思います。夏目さん、コミュニケーション 100% なくて、でその時ね、俺多分ボイラー普通のボイラーじゃねえや、ウェポン側も見てるはずなんだよ俺多分ね。俺なんかこの行き止まり系を全部見ていったから、コミュニケーションとウェポンは必ずなくて、その足でボイラー見て、あ、この辺ないんだと思って、うん、もう一回だけ、神殿塚に戻って、で、逆側のラボ側に行ったの。実験室、うん、ラボメドベイみたいな、奥埋まってるところにあるかなみたいな感じで、行ってなくてみたいな感じで、ボタンになったみたいな。夏目さんってさ、初手、あの、除染室入った組にいたっけ？いないか。聞いてます。いや、結構ね、4人ぐらい入ったの。魚さんと、俺と、竹雄と、あと2人ぐらいいたと思う。スナパイと僕が多分除染室、あの標本室最後まで残ってた人。あ、じゃあ来てないんだったらそっちじゃないのかな、松目さん。ほんとね、まあまあエレクトリカルの可能性があると思っていて、停電起きたじゃないですか。うん、で停電起きて停電直したのがクロムさんっていう情報は出たけど、うん、エレクトリカルで死体が起きた可能性があった場合、クロムさんって普通に可能性あるんじゃない。ですね、治った後エレクトリカル覗きましたけどいませんでした。なんて、うん、竹雄が覗いてんのまで見た。カメラが光ってんのも見たんだけど、誰かカメラ見てた。俺が見てた。竹雄がその周りで配線とかやってる間ずっとカメラを見てた。ダウンロードと配線やってる間俺がカメラを見てるって感じ。なるほど。高田さん、ストレージの中って見たっけ？ストレージってどこだっけ？給油するとこ。あ、見てない。そこの可能性もゼロではない。マジで。ストレージ、僕行った、ストレージ。うん、じゃあ誰かが行って確認したって嘘ついてるパターン。
死体が。スペシメンルームの可能性はないですか。その場合俺がいたんだよな。ああ、じゃあ誰かが嘘ついてますね。ごめん、それじゃ言ってないかも。ちょっと、わかんない。一番、魚を怪しんでいます。いや、行ったか。やはり魚だな。犯人は。間違いなく、魚でしょう。統計学的観点から見ても。確実に魚であると言えます。押しちゃうもんね。殺される前にやめとこうか。さすがにエレクトリカル。なんで今の動きは。アボラトリー。オツオツ怪しいな。動きが怪しかった。センター。死んでる。二人死んどるやん。 O2 や多分。クロムくん、ない。死んでた。やばい。これは、はい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 。死体の位置までは確認できなかったんだけど、ボイラー側から O2 に上がっていくときに O2 の入り口前あたりで光ったので押しました。アドミン見てて O2 でずっと動いてないのがあった1個。アドミン見てたんだけど、 O2 に3人ぐらいいて、その状態で心電図見たら2人死んでたから、ヒッと思って O2 に向かったら死体があったって感じ。心電図と右上だったんで絶対無理です。寺蔵さんが見る前に僕見ましたね、心電図。心電図見て、京さんが死んでて、それ探しに行きました。うん、その姿を俺の横通ってるよね、センター。センターが見たときは一人しか死んでなかったの？そう。だから直前に死んでる。どっちが、さんはどっちが死んでたの？竹雄さんが先に死んでた。僕は死体を探しに行ってた。で、見つかった死体が、夏目さんだっけ？だったっけ？違う。誰だ？魚だから O2 の死体が魚さんで、今見つかった寺戸さんが見つけた O2 の死体が魚さんだ。竹雄さんだっけ、どっちだ。竹雄さんだったよ。茶色だった。竹雄さんだった。え、どこで死体見つかったの？ O2。 O2 の周りだけど、どこだかははっきりわからない。いや、アドミンで動かない位置があったから、それは O2 だった。これもう投票しないと負ける。ちなみに、クロムさんがあっちから、そっち側から来て、扉が閉まってたから、非常に怪しいと思う。エレクトリカルで電気を直した、直してない、センターさんが直したのを確認した後に、左下かな？いや、俺、クロムが言ってんの見てるよ。じゃあ、クロムさんじゃん。クロムさん、最終的に心電図のとこまで来て、あ、やっぱ追いつかれると思って逃げたもんな、俺。途中から一緒だったんだよな、俺。まあでも O2 には行ったないんですよね。だから僕視点はベントで高田さんに塗られてるかなって。じゃあ俺コミュニケーションから出た時にボイラー側からクロムさん来るの。ボイラーから来てるから別に O2 から出てるっていう証拠はなくないですか。まあね、まあね。あと一応スナパイの調べができるんだけど、スタッキーの投票で1票だけ俺に入ってて、それを言った人がいなかったからインポスター側に入れられています。かも。まあセンターも絶対白いと思う、一緒にいたし。原稿などストレージからエレクトリカルいきます。やってる暇あるから、ちょっとボタン押した方がいいか、さすがに。やばい、助けて。ボタン押さんのか。ボタン押させて。ああ、もうダメだ。一応押してみよう。え、あ、今のターンで死んでる。ゲンさん？うん。え、今一瞬、ゲンさん後ろにいたけどな。エレクトリカル
って原産直してなかったっけ、あ違ったっけ、あエレクトリカルじゃねえ、なんだっけ、リアクター、リアクター、リアクター一緒に直して原産と一緒に下降りてたんだけど、途中で原産がなんか角に突っかかってやばい、原産に追われて原産に殺されるとか思ってあのたんだけど、ね、右側のリアクターを直したのが俺で、直った直後に先端が到着した、うん、で俺はそのままラボ側に行ったんだけど、先端左行ったと思うんだよね。いや右行ったよ最終位置は。先端スナッパーじゃなかったから高野さんじゃないかな、高野さん近くにいなかったっけ、うん、え俺近くにいたいたいた、で俺も南に下って行ってオフィス側に抜けてんのよ先端。俺あのラボ側に一個だけタスクの用事があって立ってたんだけど、うん、どこにいたかわかる？あ、わからん。てかあとタスクどんぐらい残ってるのみんな？先端だと思う。え？待って、そうなんのか。うん。待ってよ。先端はどこにいたってスナッパイさん見てた？うん、ね、あの俺がタスクやってるところ。ちょっと待って、喋らせて喋らせて。僕疑われてたなったら喋らせてほしいんだけど、リアクター教えてたでしょ右。はい、だからそれ見て、メッドベイに直線で向かった。で一番右メッドベイの最終だから、その後を追いかける形だと思うよ。待って今日の話より、でも今日の話でいくと高田さんか寺田さんじゃない、左側のキルだから。俺は最初に隠しろって話をしてるよ武雄と。あと昨日のさ話とも結びつけて、うん、寺田さんと砂パイさんは僕白いと思ってるから消去法的に高田さんになってんだよね。俺も高田さんだと思うけど、スナパイさんが先端だと思う理由がよく分かってない。リアクター直した後、ラボ側の建物に先に入ったのは俺。マジごめん。じゃあ、でも原産は俺を追っかけて下に来てるから。でも最終はメッドベイの一番右だよ。高田さんに入れる。うわー、ばらけちゃった。ごめん。最悪。いや、大丈夫だと思う。いや、マジか。それ、負けだと思うけど。ダメだ。スナパイさんを説得しなかった。わしが悪いんじゃ。もうダメじゃ。ああ。厳しいか。あら、マジか。ダメじゃん、スナッパーさん。そっちじゃないんだよ。原産は下に来てるんだってば。ごめん。一応、ストレージ行くからエレクトリカル行きますって、一応最後言ったので、もし死体現場になるとしたら左側なので、多分ね、どなたかおっしゃってましたが、寺蔵さんか、高田さんの2択ですよね。うん。基本的には。あ、急に言ってる人は違うんだよ、スナッパーさん。急にしてたから、僕が先行したと思ってたけど、スナッパーさん、急にしてる間見切ったのか。うん、で俺望遠鏡のところにずっといて、でメッドベイのところまで行ったなら絶対俺の姿見せると思ったんだけど、あそこで情報がずれたのかな。左に行って俺が先に建物入ったところまでは確実だから。でもそれ見逃し、あまあしゃねか、見逃しか、ごめんな。いやなんかもう普通に昨日の話で高田さんに絞れてるだろうなと思ってたから安心しちゃった。でもインポスター初勝利おめでとう、素晴らしい。 ありがとうございます。高田さん殺してもらって、これはあーもう本当最後ギリギリ、原産俺の視界のギリギリにいたよね多分ね。殺されるとは思った。いやまあそこどっちか知らないと思う、きついな。で俺が死ぬかプロさんが死ぬかのずっとミュートしてた。あの見えてないな。インポスター勝利おめでとう。やったー。いやーおめでとう。久しぶりじゃない？今日どうだった？いや今日初でしょ。初。ありがとうって言ってたんだけど、から元気だ。高田さんが。高田さんがもし俺見えてたら絶対出てないな確かに。でも。高田さんが先端さん入れるの早かったな高田さんの。ちょっと巻き戻ったけど見えてない。ちょっとごめんね先端、俺がスキップ入れちゃったせいなんだな完全に。高田さんだと思ってたんだ。そう。ベンと寺蔵さんと高田さんで、あのリアクターの左側割と3人団子やったんですね。なんで、うん、まあ、ほぼ自動的に寺蔵さんご自身にしろって上がってるので、高田さんっていうのは割と寺蔵さん目線はすごく分かりやすかったと。そうだね。ちょっと高田さんが見えてる自信がなかったから、ただスナパイさんとセンターが絶対に俺の目に映ってないことだけは確実だったから、誰かもう一人いたよなってのだけは覚えてて、
そのあやふやな記憶のせいでちょっと高田さん推しが完全にできなかったのは村に申し訳なかったっす。まあでもどっちみち票ばらけててもうまいこと切りされてそうだ。4人で決めきれなかったから、うん、まあちょっと難しかったかもしれん、うん、ね、それはうまかった。いやー、クロムさんも停電直したから白で見ちゃった。まあよくクロムさんにでもたどり着いたという感じもするし、クロムさんは結構村も頑張った。だったんですかあれ、間違えて弁当入っちゃって、はい、やっぱ入っちゃったんですけど、スナッパイさんが弁当入っちゃって、あ、どうやってどこから出ようと思ったら、ストレージに行くじゃないですか、ストレージに行ったら、夏目先生死んでるんですよ、はい、戻って、ちょっと出るとこねえなと思って、スナッパイさんが右下に行ったタイミングで出ました。うん、弁当に出ないと、あの体の角度にならないよなと、よかった、当たった。あ、でも、エレクトリカル直しといてよかったっすわ、最初。確かに、あれ、白要素ですよね、クロムさんの。エレクトリカル自分で閉じ込めて自分で直しましたもん、だって。いや、そんなスナッパイさんが高田さん推しになってるとあんまり思わなかったから、なんか、スキップいけっかなって思っちゃったな。もう投票するしかない、多分このマップは4人だったら。まあ、4人だとそっか。うん、残像的には微妙なラインでしたけどね。いや、まあ4人だったらできなくはないんだよ。3人向こう側に行って、1キル起きても確実にボタンは押せるから。まあでも4人でもできる。表示に言っちゃったんだけど、多分大丈夫だと思うって言っちゃってるから、結構投票する気満々だったんだよな。うん、すまん。どうもどうも、ヒューマンエラーのゲームだ。話すればよかったか。ああ、そうっすよ。村人側が間違ってくれないとインプスは絶対勝ってないですから。うん、そうそう。スマングラス。おお。いいんだって。俺もスキップに入れちゃったからスマングラス。先端申し訳ねえ。いや、僕も切腹、マージンしてた。